ボールでのアクションがあった中、ウッドドアからゆっくりとサヤプレイヤーが抜けていきます。メインからのアクションを先に行って、サヤプレイヤーが動きやすい環境を作った。覗き直したんですが、マジノンカバーです。メインもゼロポイントによってアビリティが使えなくなって止まってしまいました。どうなんやろうな。ロッシーのこのダブルドアからのピリク、どのタイミングで飛び出すか。横からどうした。さらに正面の出雲ワンピック取っています。人数有利は T1。 エリアを広げてきていたが、キングがさばく 2v1。 階段側のクリアが行えた。設置し直しているのもやばいやばい分かっている。しかし完璧を使った 1v2。人数より T1 状況苦しいですが、そうですね、アルティメット、ちょっとちょうど降りたタイミングやったな、ね、ダンサーカルピア。さあアルティメットあるものの使いにくいポジションについているですね。回り込んでくるところ、ケージを使いながら 1v1 を作った。横田ロッシー位置が分かりました。まずハーフまで通した。こいつ、いやー、ここはスネークワイドの前にかかりました。覗き直したところ5ラウンド。ここでアスパスオペレーター、このカスケードを炊いてからエルボー進行してくるという T1 の動き、今までも見せていましたが、今回はカスケードのみです。エントリーのところを打ち抜いたアスパス。こんなん前振り簡単スクリート合わせてのセットアップ。 T1 得意の形は通していますが、人数状況イーブンです。3対3。あとどうでしょうね、裏に回ってきているキングの立ち回り、正面は時間を稼ぐ。確かにこの裏に対してはロッシーカルペがクロスを組める状況にはなっていますが、この同時に3方向から挟まれてしまうと T1 からすると少し苦しいですね、はい、裏を隠すために正面が先にアクションを起こしました。レビアタン手前のロッシーの位置は警戒している。あや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 、打ち直した。2v2バックサイドを2名、ただ見にくい位置、先に勝負を仕掛けていった。キングダブルキル。伊豆の位置はバレてはいないが、設置完了。おお、位置を大胆に変えたが、テックスが抜いた。逃がしてくれませんでした。5対3。そしてこの伊豆の立ち回りに対して背後から忍び寄るのはキングですが、ウィンドウにはオペレーターを構えたサヤプレイヤーが控えている。いや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 、サヤプレイヤー1枚抜きました。サヤプの位置エロすぎる。かわしながらサヤプレイヤーは2キル目。時間稼いでる。バックサイト、ロッシー時間稼げるか。 1v2、 うわぁ、止め切れず。やばいやばいやばい。解除を先に倒したが間に合わへんやん。間に合わないですね。そうですね、サヤプ要はそれで左殺したな。この2枚見えたのが的確に取れているので、もうね、マヨネーズの消費量がやばい。開幕からエリアを広く取ることができています。これ映画は入ってくる。ホールの足音はマジノが聞くことができています。聞いていますね。このメタルドアからのハサミを狙うんですが、ウッドドアからマジノの車線が通っています。全員寄ってくるぞ。さあ田中、マジノ2キル目。もう5人で構えてる。そして4人目、エクスキューレット。エースやエース、取られる取られる。最後はコムのキルです。取り合ってね。エリアコム、今回 A 手前フラッシュで当たりに行くのを狙うレビアさん。フラッシュドアルからイズが避けていましたが、ここ人数取れると混ざっているが、オペレーター2人抜き、2in1。人数よりはレビアさん、これサイプレイも迂闊に飛び出せないですからね。そしてメタルドア開ける。イエローとの勝負。アスパスはサヤプレイヤーを狙いに行く。足音が聞こえた。うわー、達人の間合い。そしてテックスが、いや、アスパス今のわざと足音出してそうかな。右に行く足音出して左ピークしてたから、サイト中見れるようにしていましたね。あれわざと音出してピークする方向を選んでんねやったらマジでうまいねんけど。深すぎる。まあこれ T1 今回は B 早めの動きになりそうです。手前のゼロポイント、そしてアスパスがエントリーしました。サイト中に水が早めに入っていく。ヌルコマンドを切られてスキルを使えないんですが、ギフトキーをして立ち回れるのが、ね、先に勝負したところマジノに抑えられます。うますぎる。この水の位置もアスパスが警戒していました。なんと見ます。ゲートクラッシュの音がおそらく聞こえていたのでしょう。
ただウォール側サイドプレイヤー背面に飛び出した。テールウィンドでサイトに張り付く。人数状況有利はレビアタン4対3。最近どのチームも結構このカーテンやな。そのまま2キル。これミッド伊豆の位置当たりそうですが見えている。サイバーケージ下がった。そのタイミングで A 側でのエントリーが始まりました。うわ、このカスケードを超えてきたところロングレンジの勝負。サイヤプレイヤー捉えきれず、しかし体力は削りました。ファーストブラッド、いや失礼しました、カルペが下がるところマジノを捉えます。A 対応されだした。A 側の B 誰もおらんのもおもろすぎるやろ。カウンターの離婚などもありました。B1 大胆ですね。いなすことができました。残った3名の守りやったらブリーズファントム、まあでもエントリーでもサイト入っていくんやったらファントムありな気する。最終的にはもうキングのこのミッドの立ち回りがリビタンからすると相当重要ですね。この裏隠れましたね。ただこのミッドの警戒心 T1 かなり強いようですが、さあ、あ、テックスが釣れるぞ。ウッド動画からの進行を確認しました。うわ、惜しい。ワンピック取るもののサイヤープレイヤーのカバーです。めっちゃいいミッドの位置コム回ったぞ。ベイトやったけどな。コムがサイトを開けた。まさかのこのエルボーにいる。うわー、しかしまずい。いやー、持っていく持っていく持っていく。そりゃ持っていきすぎですよ。足音が聞こえた。戻るところロッシーが抑える。まずい。エクスキュレート攻撃開始。すでに会場は。これはこれは厳しい。まずはロッシーのバイパースピットを A メインで展開。あ、このバイパースピットは攻略しない手になりましたね。はい。マジノがアルティメットオーブを回収して A メインは明け渡します。このホールのラークこんなケージの中見えました。ミッドの正体伊豆が聞こえている。ファーストラットテックス何回ホール切り開くんだ。ユーラルセクト位置がバレて色の中での勝負だったんですが切り開きました。そして A のバックサイトが空いているのが分かっているところを攻めていく。ロッシーに非常にプレッシャーがかかるところマジノが崩します。さらにはスポン側でのバイパスピットをヌルコマンドも切りました。あ、いや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 、この深い位置のバイパスピット、いやー、このバイパスピット相当遅れますね。レビアタンが A を広く制圧しました。これ左から来たら怖いな。さらにはレコニングを切りました。アスパスの位置が分かった。抜きさらに2人目本体の夜との合わせがうますぎる。時間稼がれてる。ブライトサイド。いやーでもだいぶきついな。エクスキュレート足音が鳴った。ここもテックス。最終。Why do people wanna hate? Cause they know I'ma be great. Focused on music, I know I could do this cause I do this thing every day. Why do people wanna hate? Cause they know I'ma be great. Focused on music, I know I could do this cause I don't give up anyway. I'm